ジース、世界最強の男ホビーだよ。さっきロンガデセオで、ラミアスの剣をもらってきたよ。すげえ攻撃力だもんな。でも、なんでオシャレなカジタなんかに行ったんだ？実はあそこでオシャレにしてもらうと、攻撃力が上がるんだよ。4万ゴールドぐらいかかっちゃうけどね。そうだったのか。なんか変なものに目覚めちまったのかと思ったぜ。はい、ヘルクラウドとの戦いだよ。こいつは確か、バギクロスをしてくるよ。それ以外は言うことないから、倍速だよ。はい、次のターンに僕とハッサンの聖剣好きで、撃破だよ。この戦いでは、とにかくキラーマジンガを最速で黙らせることだよ。文字通り、こいつに泣かされた勇者たちは、星の数ほどいるからね。はい、勝ち確定。帝王、青秒短かよ、瞬殺っしょ。ああ、2秒だな。3秒かよ、縮小。さあ来たよ大本命デュランガ、ボスの中でも、結構強い方だと思うよ。対策としては、とにかくデュランは先手を取ってくるから、ハッサンに仁王立ちをさせて、ベホマをしてれば安定すると思うよ。聖剣好きの命中率は5分ぐらいだし、いてつく波動で補助魔法をなくしてくるから、長期戦を覚悟した方がいいよ。間違っても、焦って攻撃ばかりに気を取られちゃいけないよ。
はぁ？殺すに決まってんじゃん。バカなのお前。ふむ、潔し、せめて人たちで楽にしてやろう。おう？